げ戦です。チャンピオンホセボニージャ。ここは挑戦者 WBA 世界フライ級アライ112番のグリーンツアー所属ラファグジー刑事。連敗ストップ2階級制覇なるか。チャレンジャー山口刑事、1日平均8ラウンド230ラウンドのスパーリングをこなしました。仕上がりは万全です。ここでジャッジ3人をご紹介します。デュアン・フォードさん、そしてオスカー・ペレスさん、いずれもアメリカ。サムエル・コンデさん、プエルトリコであります。レフリーはフリオ・アルバラードさん、アメリカです。山口刑事が2年前初めて世界に挑んだ時と同じレフリーであります。これが25試合目の世界戦のレフリーとなります。現在中央の人です。そしてここで WBA のルールを確認しておきます。まず1ラウンドに3回ダウンしますとナックアウト負けとなります。3ナックダウン制、偶然のバッティングによって試合を停止する場合、4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降はその前のラウンドまでのジャッジペーパーの集計によって勝敗を決します。日本の世界挑戦15連敗、そして日本のチャンピオン不在をストップするべく、まもなく第1ラウンドのゴングが鳴ります。試合前の注意が与えられています。両選手がコーナーに分かれました。今第1ラウンドが始まりました。 WBA フライ級タイトルマッチです。解説はファイティング原田さん、浜田剛さんのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ベネズエラの国旗をあしらいました。黄色にそして青、赤のトランクスであります。 WBA 世界フライ級のチャンピオン、ベネズエラのホセボニージャ。戦績が26戦して23勝11 KO 3敗。ウェイトが昨日の計量で112ポンド 50.8 キロでありました。9連続防衛スーパーチャンピオンと言われましたセンソンプルンチットを判定で破ってタイトル獲得。その後日本の井岡弘樹、そしてパナマのエヴァンヘリオペレスと下し2度の防衛に成功。今日が3度目の防衛戦です。山口がワンツーです。白のトランクスにヒョウ柄、こちらが山口刑事、WBA のフライ級の7位です。元 WBA ジュニアフライ級のチャンピオン、24戦して22勝8 KO 2敗。ウェイトが112ポンド 50.8 キロ、両者同じウェイトで今日は戦います。山口が積極的に仕掛けていきます。右の大きなパンチ、これは空振りです。空を切っています。ワンツーです。高校3冠を引っ提げて高校卒業と同時にふるさと函館から大阪はグリーンスタジムに入門、プロ13連勝の後日本ジュニアフライ級のチャンピオンになりました。去年5月、2度目の世界挑戦でカルロス・ムリージョを判定で下し WBA ジュニアフライ級の王座獲得、初防衛に成功しましたが、山口が積極的に出ます。第1ラウンドは見ていきたいと山口は話していたんですが、積極的に山口が出ます。チャンピオンボディを打ってきます。ローブローの注意が与えられます。山口とすれば今の距離を保ちたいですね、はいはい、今の距離だとボニーザー苦手とする距離なんですね。中間距離以上ということでしょうか。そういうことですね。それとサウスポーの左ストレートはボニーザーに対して相当有効ですから、はい、ただこのボニーザー中に入ってくると左フックいいの打ちますからね、はい、そういう時は怖いですね。ファイティング原さん、はい、勝負のポイントはどこになりましょう。そうですね、やっぱり山口君はですね、足を使ってるうちはいいですけど止まると怖いですね、はい、で右のジャブ忘れたらいかんですね。右のジャブですね、はいはい、あれをかいこむって入ってこようというボニージャグですからね、浜田剛さん、はい、ここまで両者の動きはいかがですか。いや山口もいい距離を保ってますよ。ただボニージャがいかに詰めようかという今工夫しているところなんですね、そこでもう少し山口とすれば右が欲しいところですね。これですね、そうそうそう、右ですね。これは一発じゃなくてもう少しリズム変えるの欲しいところですね。連打ということになりましょう。そうするとボニージャ焦ってきますからね、はい、ただこの選手中に潜り込んだらボディから左フック上に返しますから、それはやっぱり注意 しなきゃいかんですね、はい、第1ラウンド残り10秒を切っています。左、これは大きい、右左とパンチ合わせてきました。チャンピオンのボニージャです。ここでゴングであります。第1ラウンド終わっています。パラマウントベッドは909。
キューマとは波のこと。伸びて優しく曲がるので体の動きにフィットして体がずれにくいんです。そのまうっと体が楽よ。病院から生まれた介護用パラマウントベッド。トリプルマッチ in 大阪を大阪城ホールからお送りしています。放送席改めてご紹介します。東洋初日本人として初めて2階級制覇を成し遂げましたファイティング原田さん、そして元 WBC ジュニアウレター級のチャンピオン浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。さあ第2ラウンドが始まります。ファイティング原田さん、はい、第1ラウンドは攻防はあったんですが、イーブンと見てよろしいですか。そうですね、僕はいいと思います。山口君も先ほど言いましたように足がやっぱり動いてる位置は大事だと思いますね、はい、そして右のジャブが忘れずに入っていくとこ右やっぱ右ストレートを打ったら面白いと思いますね、ただやっぱりホセボニージャっていうのはねやっぱり老怪ですからね、非常になかなか入らせて怖いと思いますよ。29歳のベテランです。浜田剛さん、はい、チャンピオンのボニージャはサウスポーとの対戦は6戦全勝、はい、全く苦にしてないと言ってるんですが、ということではありますけどね、私が練習見た限りではやっぱりサウスポーを苦手にしてますね。苦手ですか、はいはい、特に、サウスポーの左ストレートをちょっと避け損なうところがあるんですね、それと体を立たされてしまうと、まあ、この選手小柄なんですね、体を立たされてしまうと案外力出ないなという感じしましたね、ただ潜り込んでしまうといいパンチが打ちますね。そうですね、はい、今もボニージャ、中に入っていこうというところありますけどね、ボディを打ってきましたチャンピオン。山口の右が足りないからそういった右が足りないからなんですね。大丈夫でしょうか。だからもう少し今いいの食いましたよ、はい、ボディです。ボニージャ出る、チャンピオン出る、左だ、右を止めたい感じですね。さあ、こういったそういったジェスチャーを見せました山口ですが、右を使いながら左ストレートを伸ばして右で、山口が前に出ます。身長差、リーチ差はあるわけですからね、はい、左フックでした山口、左です、左が伸びます。チャンピオンのホセボニージャ、山本さん、はい、ホセボニージャの態度なんですが、1ラウンドゆっくり入りましたよね、そのままゆっくり行けというふうな指示なんですが、はい、第2ラウンドはちょっと強気にいっているようですね、はい、第1ラウンド始まる前、試合前にお話を聞いたところですね、1ラウンドは見ていく、その後も8ラウンドまでゆっくり攻めていってチャンスがあればそこで倒すというふうに話していました、はい、チャンピオンサイドは日本テレビの寺島アナウンサーです。山本さん、はい、チャレンジャーの山口なんですけれども、これから世界戦を戦う前とは思えないほど試合前リラックスしていたんですよね、そしてね、今になって KO したくなってきたとも話してくれたんですよ。あ、そうですか、それと、青コーナーの注意点なんですが、相手のパンチより自分の足を止めるな、そして距離を取れという声が出ています。はい、ファイティングアナウンサー、第2ラウンドこのパンチを受けているというのは、やはりちょっと山口が打ち合いに入ろうかという構えを見せてますね。そのモニジャーですね、また積極的に出てきますからね、はい、はい、山口はリーチと身長差があるわけですからね、はい、これを生かさなきゃいかんですね。身長で 6.1 センチ、リーチでは 3.5 センチ、山口が上回っています。右です、右を伸ばします、右です、山口の右、ボニージャも左右のフックです。あっと右、山口右、ボニージャチャンピオン後腐り、チャンピオン下がる、山口が追う、山口詰めるか、右が当たりました、チャンピオンの右。第2ラウンド終わっています。このラウンドはボニージャのラウンド。初めの一枚を待たせない、この速さ記録的、リコーのレーザープリンター。 Just Rico。 マルチアクセスもイマジオ先駆けの技術。また先起こされた。デジタル複合機はリコーイマジオ。 Just Rico。WBA の世界フライ級タイトルマッチ、ここで両者の体格比較をご覧いただいています。身長では 6.1 センチ、リーチでは 3.5 センチ、山口が上回っています。もちろん世界戦です。両者とも立ち上げは見ていきたいと話していたんですが、意外や意外、チャンピオン山口打ち合います。第3ラウンドが始まりました。フライ級でも大きい部類に入ります山口啓司。とにかくジュニアフライ級の頃は減量に苦労しました。右のアッパーです。リングに上がっても体がしびれたようで思うままのファイトができなかったと話しています。
ジュニアフライとフライの差は4ポンド 1.83 キロです。こんなにおよそ2キロが違うものかと痛感したと山口は話しています。タイミングを測っていますチャンピオン。山口も声を出して牽制します。右、これは大きい。お兄者も狙っています。左、右と出してきましたチャンピオン。まあ、山口もうすぐ右欲しいところですね。はい、まあ、そうですね。今の感じでリズム取りながら動くことですね。これが山口の持ち味ですからね。それを崩してしまうとやっぱり入られてきますからね。はい、まあ、ボニーラー廊下のところあるんで相手の良さ殺さんといかんですからね。そうですね。チャンピオンホセ・ボニージャもラテンアメリカストロー級あるいはベネズエラジュニアフライ級からフライ級に転向して去年11月 WBA のフライ級のチャンピオンになっています。山口右左、はい、左腕が当たった。チャンピオンロープに詰まる。山口大岡チャンピオン出てきます。右レッグチャンピオンの右左のアッパーです。バックステップを踏みながらの山口の左右、これをしきりにジムワークで練習していました。ボディを狙ってきます。チャンピオンの右アームガードしていますか。そのガードの上から叩きつけてきますチャンピオンホセボニージャー。いや、この右のストレート、これはスリップです。ちょっと今プッシングですね。はい、これはスリップです。これはいけません。山本さん、はい、山口なんですがこのラウンドインターバルの間に本人自ら打ち合いがいいと言ってたそうですね。当たっています。はい、で津田会長も顎を引いてガードを締めてという指示を出しています。ガードを締めて山口の右です。チャンピオンも前に出てきます。おそらく勝負は後半とプレスサイドも見ていたんですが、あるいは早い決着が訪れるかもしれません。 WBA の世界フライ級タイトルマッチ。山口はもう少し左ストレートまっすぐ打ちたいですね。まっすぐですね。はい、はい、チャンピオンが出します。さあかかってこい、そんなポーズです。山口左のアッパーです。ガブをついてきます。そして大きなパンチが得意のチャンピオンホセボニージャー。おっと、右左は空を切らせます。これが山口の持ち味なんです。山口が華麗にステップを踏み出しますと相手はペースを乱します。そしてそこにつけいる、これが山口のボクシングです。ボディを狙ってきますチャンピオン。左のボディ、右チャンピオンの右、右、そして左であります山口。ここでゴングであります。第3ラウンドを終わっています。初めてオリンピックに出場したのは14歳の時でした。アメリカチームで一番年下だった私は友達や家族のことが恋しくなってしまった。あのハンバーガーが食べたい、インタビューに思わず答えたら、それが本当になったんです。マクドナルドが私にふるさとを運んでくれたんです。とにかく持ち前のフットワークを使ってチャンピオンのペースを崩したいんだと話していました山口です。ファイティングハーさん、ここまで山口のフットワークはいかがですか。そうですね、まあ、トリッキーな言い方でいいですね、はい、相手を疑惑するんで、はい、ただやっぱり打ち終わった時にですね、ガード下げてるの怖いですよね、ちょっと立つ時間ありますからね。はい、浜田剛さんいかがですか。はい、そうですね、まあ、やっぱりガード下がるところいつどこから手が出てくるか分からないですけどね、相手のボニーちゃんのパンチは、そういうところはやっぱり、もっと注意しなきゃいかんですね。はい、浜田さん中間距離以上離れて戦いたいと言ってましたが、はい、その中間距離以上の距離は保てます。ちょっと保ってる時にいいパンチが入るんですね。はい、ただワイルドになった場合には両方ともチャンスもあるしピンチもあるという状態なんですね。はい、そういう状態じゃなくてもっと自分の距離をもっと使うことですね。はい、山口の WBA フライ級タイトルへの挑戦は日本人ボクサーの世界タイトル連続失敗の記録、そして日本のチャンピオン不在をストップさせる一戦と申し上げました。さらに山口は去年5月から12月まで WBA の世界ジュニアフライ級のチャンピオンでした。ということは今日勝ちますと2階級制覇ということになります。山口は1階級上げたことによってパワーアップしたのはもちろんスピードもアップしたんだと、何より相手のパンチに耐える力、持久力がついたと話しています。ファイティングハンさん、はい、原田さんも2階級制覇していますが、はい、山口のコメントいかがですか。そうですね、全くその通りだと思いますけどね、はい、やっぱりでも
手を出さなきゃ当てなきゃパンチはね当たらなきゃ意味がないですから、やはり手を出してチャンスにやらせてもらいたいですね。生活ですね、はい、お兄ちゃんだんだん入ってきましたよ。そうですね、右ですね、はい、だんだん右から入ってきて、それで腰を落として左一歩を返そうとしてますよね、はい、だからもっと距離を大事にしたいところですね、はい、ローブローの注意が与えられました。右左パンチを出してきます山口です。ボニージャの初防衛の相手がチャレンジャー山口のジムの先輩井岡弘樹でありました。つまり生でチャンピオンの試合を見ているわけであります。ボニージャの印象について山口は手数が多い、3発打たれたら4発打ち返さないといけない、山口はそう話しています。右です左です、おお、チャンピオンのパンチ当たった、距離が詰まってきてますよね。おっとガードを下げます山口、おっと距離が詰まってきてますね、距離が詰まっているという指摘です。さあ山口が出るか、チャンピオンも上体を振ります。低い姿勢チャンピオン、右のアッパー、チャンピオンの右が当たっています。先ほど申し上げましたが山口のジムの先輩井岡はもう一度やるとしたらどうしますかと聞きますと、スピードで対抗すると意外に細かい動きに弱点があるんじゃないですかと井岡弘樹は話しています。もう少し右手数、そしてもう少し足数、足を動かしたいところですね。そうですね、左です、なるほど、おっとワンツーです。このボニージャのパンチは見た目よりグッと伸びるとその井岡は話していました。ワンツー、これゴングであります。胃痛の主な原因は胃酸の出過ぎ。三強 Z 胃腸薬はまず生産剤で胃酸を中和、そして H2 ブロッカーで元から抑制、これが Z のワンツー作用。胃痛に悩む人類へ三強 Z 胃腸薬誕生。三強 Z 胃腸薬は使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。ワンツー Z。 浜田剛さん、はい、ちょっと距離が詰まってきたか、チャンピオンが入り出しましたね、うん、だんだん右から入ってくるペースが出てきましたよね。山口も細かいパンチ、右のリードジャブを打たないでそのまま待ってるからそういったパンチ飛んでくるんですね、はい、足を動かして手を出してればああいったパンチ飛んでこないですから、フットワークとジャブ、そうです、山口の持ち味です。それを取り戻さないといけません。第5ラウンドが始まりました。そしてボニージャとすれば中から潜ろう潜ろうという体型ですよね、はい、これを立たせることなんですね、潜るとこの選手いい左打ってきますから、はい、潜らさせないで上体を浮かせることですね、上体を浮かせること、はいはい、そう、まあそのための左ストレート有効ですよ、はい、あまり今日はフットワークを山口はご覧のように使いません。同じ位置に立っています。山口は北海道は函館出身であります。23歳、チャンピオンのボニージャはベネズエラエルティグレの出身、エルティグレは首都カラカスから東へ300キロ、有数の石油の産地であります。おととい19日の水曜日、29歳になったばかりです。おっとチャンピオンが出ます。だんだん距離が詰まってるんですよね。そうなんですね、ボニージャの体をストレートどんどん立たせることですね、はい、モグラさせるとこの選手海に落ちますからね。右左です。今日が3度目の防衛戦です。チャンピオンのホセボニージャ、初防衛で得たお金でトレーニングジム完備の自宅を、2度目の防衛で両親に家をプレゼントしました。今回成功したら大学に行ってマスコミ学を勉強したいと話すチャンピオンです。左は空振り、右です、これは怖い、右をついてきます。チャンピオン低い姿勢、山口啓司です、右が伸びてきます。やっぱり山口君の右がやっぱり止まってきましたから、入りやすくなりましたね、はい、おチャンピオンの回転の速いパンチです、ボディーワークでかわします山口、バックレンダー左のアッパー、打ち合いになるか、リングの中央、チャンピオン右フック、チャンピオン右フックです、左です、チャンピオンの左、そしてボディ、返しの速いパンチ、右ストレート、山口がポイと言ってポーズ、左のアッパーです。ボニージャが入ってくるときに一緒になって大きく打とうとするからやっぱり入られてくるんですね、はい、まあ、その前に先手先手でいくことですね。そうですね、待つとやっぱり入られてきますから、はい、さあこの距離は危ないぞ、この距離は危ない、この場合に左フック飛んできますからね、必ずボディ打ったら右でボディ打ったら左フック上に行きますから、
この右のショート、右のジャブが欲しいですね。そうですね、ですから右のフック、足かず、手かず、必要ですね。左単発です、山口しかし単発。第5ラウンド間もなく残り30秒になります。右のストレート、それとボニージャには左ストレート有効ですからね、はい、左ストレートをパンチを流さないで打つことですね、はい、流してしまうとボニージャが避けた場合次の攻撃はできないですね、うん、右のフック、足を止めての打ち合いだ。右のボディ、ボディアッパーチャンピオン、残り10秒、右のフックです。山口の右、まっちゃいかんですね。ここで状態がつきました。第5ラウンド終わっています。このラウンドもチャンピオンでしょうか。なんだ。1959年昭和34年11月5日大阪市北区扇町プールでパスカルペレスのフライ級のタイトルに八百板貞夫さんが挑んだ試合から数えて関西で行われる世界タイトルマッチはこれが52試合目となります。大阪城ホールでは8試合目です。第6ラウンドが始まります。 WBA フライ級のタイトルマッチ、チャンピオンホセ・ボニージャに山口啓司が挑みます。ファイティングアナウンサー、はい、そろそろこの手の内が分かってきてチャンピオンが出だした、うん、いったあたりですね。そうですね、山口君打ち終わった後本当に怖いですね、はい、ガードを上げてないと怖いと思いますよ、さあボニージャチャンピオン前に出ようという構え、接近戦です。カルロス・モリージョからジュニアフライ級のベルトを奪った時には本当に前半戦相手をこの足でかく乱しました。今日は足をあまり使いません山口です。ワンツーです。身の負荷が大きい。それと手を出しながらじゃないとですね、相手はどうしても距離が詰めやすくなりますからね、はい、さあ至近距離の打ち合いだ。今打ち合いなんかでもですね、お兄ちゃんが入ってきた時にフレームストレート。山本さん、はい、山口サイドも、ね、放送席と全く同じですね、ちょっと山口の距離じゃないからジャブから左ストレート。ナイスオーケー、左当たった、左当たった、山口太郎、山口太郎、山口太郎引いてるか、まあ、今早い背泳ぎのありますよ、うん、チャンピオンストップワーク、ステップワーク、右のフック打ち合いだ。もう少し距離打ち合いだ。感じを小さく打つことですね。あーちょっともったいないですね今のは。山口が逆に距離を取りました。ああ右、チャンピオンの右、逆襲です。チャンピオンの前に出る山口が左、はい、左フック、ジャブから左、ボニーザには左ストレート有効ですからね、はい、左ストレートを流さないともっとボディ打ち合い、あいつだ、引いたか、あいつだ、あいつだ、あっ引いてるか、あーちょっと鈍りましたね今、引いてるか、あーチャンピオン右、チャンピオン右、あーふざけた、ふざけた、右チャンピオンの右引きを吹いた。カウントが進む、カウントが進む、立ち上がった、残り1分、山口笑ってるように見える、もっとチャンピオンだる、ガー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 16連敗となってしまいました。山口敗れました。ファイティングアナウンサーさん、やはりちょっと距離が詰まってきてこのラウンドあたり、ね、やっぱりパンチの人怖いですね、はい、非常に山口君のチャンスがあったんですけどね、それに勢いよく行った時にいいの食いましたね。愛知でやっぱりパンチの人は怖いですね、こういうところはね。あるいはこのパワーアップしたんだと、自分の力をどうでしょう山口、それを試してみたいと思うところもあったんでしょうかね、でも非常にいい見応えのある試合でしたね。はい、入って失礼、
浜田剛さん、はい、やっぱり距離が詰まっていた右を出しなさい、左のストレートを出しなさい、まあ本当に嫌な予感した最中ではあったんですが、ただ、このラウンド6回目いいの入ったんですよね。そうなんですね。そこでやっぱり力入って今度逆に手が出なくなってしまった、そこでやっぱりボニージャー経験生かして小さく打ってきましたね。いやまあ本当にチャンスの次はピンチという試合ではありましたかね今日のは、はい、やはりこれが世界チャンピオンということになりましょうか。本当に一瞬の隙は見逃さないですね。はい、このボニージャの母国ベネズエラには WBA の総本部があります。 WBA サイドは絶対にこのチャンピオンベルトは持って帰るんだと話しておりました。見事なナックアウト勝ちでありました。やられたか、そういった表情の山口であります。ジュニアフライからフライ級に一階級上げました。パワーアップしたんだと、スピードもアップしたんだと話していたこの山口なんですが、この前にチャンスがありました。まあ思わず原田さんからもいいの食っちゃったなという声がありましたが、一度目のダウンでは立ち上がりました。そして試合が止まりました。山口圭司です。これで日本人の世界挑戦16連敗ということになりました。相打ちですね。一瞬チャンピオンの方が早かったんですかね。ただですね、こういった瞬間なんですけど、ディフェンスの違いというのが一瞬出るんですね。ディフェンスの違いですか、はい、ベストは尽くした山口であります。放送席、放送席、見事 KO で防衛を果たしました女性ボニージャ選手にお話を伺います。おめでとうございます。Bueno, gracias por aplausos. Me siento contento de este triunfo. Se lo digo a todo el pueblo de Osaka porque ya es la segunda vez que vengo a combatir aquí. Bueno, es algo victorioso. Me da mucha suerte el pueblo de Osaka y espero seguir peleando aquí prontamente. 勝利を手に入れてまして非常に嬉しく思います。皆様の拍手がとても温かく感じられます。大阪の皆様本当にありがとうございました。チャレンジャーの山口選手の印象を聞かせていただきたいんですが。